どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日リクエストにお答えさせていただくという形でですね、使える星4武将というのをですね、動画にてお伝えさせていただきました。でそれに関連づいたリクエストでですね、使える栄品四戦法も教えてくださいというのがあったんですよね。なんで今回はそれを動画にしていきたいかなと思うんですけども、過去にですね、継承戦法の格付け動画というのをですね、作らせていただいてますので、それとですね、若干内容は似通ってる部分は出てくるんじゃないかなと思うんですよね。その点だけご了承いただけたらと思います。あとですね、やっぱりゲームを続けていくと戦法に対する感想とかもどんどん変わっていきますので、その格付け動画の中でですね、発表させていただいたランクとですね、若干ニュアンスが変わってくるかもしれないということもですね、合わせてお伝えさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたら早速見ていきましょう。まず一つ目が千里遅延ですね。この戦法はですね、主観から継承できるアクティブ戦法で発動確率が 40% で、友軍全体を援護し自身の統率を40増やす一旦持続するという内容になってますね。なんで挑発を付与するのと同じでですね、自分にダメージを集中させたい時に覚えさせる戦法ということになってます。ただですね、挑発より援護の方がですね、味方をかばえる機会っていうのは多くなってますので、カウンター戦法なんかをですね、覚えてるような武将はですね、挑発戦法よりこの千里遅延の方がいいっていうことになるわけなんですよね。ただその最新シーズンとかになってくるとですね、挑発だけではなくて後のその追加効果っていうのが結構優秀だったりっていうことがあってですね、この千里遅延って使われなくなってくるんですけども、序盤シーズンだったらですね、全然活躍させれるんじゃないかということでですね、これは非常に使える A 品質の戦法ということで挙げさせていただいても問題ないんじゃないかと思います。次は式騰落ですね。こちらは文兵から継承できる突撃戦法、発動確率は 30% となってます。通常攻撃後目標に平時ダメージを与えるという非常にシンプルな内容になってるんですけども、突撃戦法で平時ダメージを与えられるのって案外少なかったりするんですよね。で入手難度も高かったりしますので、結構ですね、この式騰落序盤シーズンだと使う機会多いんじゃないかなと思うんですよね。例えば呂布に覚えさせる戦法といたしましてはですね、一騎当選や鬼神定位で亡霊式みたいな戦法があるわけなんですけども、あと百鬼公演なんかもそうかな、なんですけども、各戦法どれもですね、入手難度が結構高いので、これらのうちの2つを覚えさせるのが結構きついみたいな時、もしくはですね、対峙時なんかを他の主力に組んでて、なんか亡霊式が取られてるとか、そういった時ですね、にこの式騰落を使う機会っていうのは結構多いんじゃないかということでですね、特に序盤シーズンだと重宝するかなということでですね、今回紹介させていただきました。次は雑誌土州ですね。こちらは総将から継承できるアクティブ戦法、発動確率は 35% ということになってます。で準備期間がありますので結構重たい戦法ということにはなるんですけども、敵軍2人を虚弱状態にする、一旦持続する、目標がすでに虚弱状態の場合猛撃を発動するという内容になってます。でですね、虚弱っていうのがですね、結構きつい制御状態ということになってますので、これを2人に付与できるっていうだけでも結構強い戦法かなと思うんですけども、すでに虚弱の場合猛撃を発動するということでですね、ダメージも入れられるんですよね。これの火力っていうのも結構出ますので非常に優秀ということにはなってるんですけども、こちらの戦法に関してはですね、序盤シーズンといいますか、まあ最初よりはですね、シーズン5以降ぐらいの方がですね、強かったりっていうところがあるんですよね。その理由といたしまして、異防必至というですね、虚弱を付与する継承戦法があるんですけども、それとの合わせ技で強いみたいなところがありますので、案外序盤シーズンでは使わない機会多いかもしれない戦法ではあるんですよね。ただ異防必至みたいなですね、虚弱を付与するような戦法とのシナジーというのは非常に高くて使い勝手がいいということでですね、今回紹介させていただきました。次は貴子の勢いですね。こちらは劉邦から継承できる式戦法ということになってます。友軍が通常攻撃を受けた時 35% の確率でその友軍を回復無効状態にし、敵軍2人に平人ダメージを与えるという内容になってますね。でですね、この回復無効状態っていうのをですね、自分の武将に付与してしまうっていうのがですね、まあ非常にネックと言いますかね、もうデバフかけてるようなもんにはなってしまうんですけども、そのダメージ率っていうのが結構高いと、しかも敵軍2人にということになってますね。でさらに面白いのがですね、友軍が通常攻撃を受けた時ということになってますので、発動機会が結構多いということになってるんですよね。なんでまあ例えばなんですけども、その友軍というのを指定してですね、カウンター戦法なんかを覚えさせておくとですね、
その武将に攻撃がいった時にですね、カウンターも与えて、さらにですね、この機構の勢いでのダメージも出せるみたいな感じになるわけなんですよね。ただまあそのカウンター戦法を持ってる武将っていうのはですね、回復が一旦できなくなるということになってますので、かなり兵損はでかくなってしまうかもしれないんですけども、それでもまあダメージを出すということだったらですね、割と面白い戦法ということになってます。で、特殊な使い方といたしまして、呂布と組んでるような武将にですね、この機構の勢いを覚えさせるとですね、呂布が一騎打ちを発動してですね、通常攻撃を打ち合ってるその機会にもですね、この機構の勢いが発動するということでですね、めちゃめちゃこの発動機会っていうのが出てくるということになるんですよね。なんでちょっと気をてらったような内容になってるんですけども、なんか使い方の幅っていうのはすごく無限大に広がってると言いますかね、非常に面白い戦法になってるんじゃないかと思います。次は安蔵元気ですね。こちらは関水から継承できる突撃戦法、発動確率は 40% となってます。通常攻撃後、目標に平人ダメージを与える。目標が敵軍主将の場合、さらに計略ダメージを与えるという内容になってます。なんでネックといたしましては、平人ダメージと計略ダメージを与えるみたいなことになってますので、武力も知力もそこそこ高くないとダメージが出にくいっていう部分はあるんですけども、首相にですね、非常にダメージを入れやすいというのがですね、分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。なんで首相を目標としやすい武将、まあ長領なんかがそうですけども、みたいな武将にですね、この戦法を覚えさせておくとですね、首相にばかりダメージが入ることによってですね、首相抜きで相手の部隊壊滅みたいなのが狙えるということでですね、非常に便利な戦法としてですね、今回紹介させていただけたらと思います。次は勇壮飛燕ですね。こちらは長炎から継承できるアクティブ戦法、発動確率は 40% となってます。敵軍単体に平人ダメージを2から4回与えるという内容になってるんですけども、もし仮にですね、これ4回与えられるようなことがあればですね、そのトータルの火力っていうのはですね、結構出るということになるわけなんですよね。でですね、他の戦法と大きく違うところといたしまして、手数が多くなるということなんですね。で、その手数に比例してですね、何かしら特殊効果を発揮するような武将たちっていうのがいてですね、まあ、例えば徐行とかですね、勘銀兵みたいな武将ですね、っていうのはですね、その固有戦法がですね、手数の影響っていうのをかなり受ける内容になってますので、そういった武将がいる部隊にですね、これを覚えさせておくとですね、結構いいっていうことになってますね。で、その火力という面でもですね、序盤シーズンだったら捨ておけないほど出るということになってますので、一応使える品質戦法として紹介するに値するんじゃないかと思いました。次は防政謀略ですね。こちらは理覚から継承できるアクティブ戦法、発動確率は 35% となってます。敵軍単体に平人ダメージを与え、強行状態にする、一旦持続するということですね。ダメージ率結構高いですし、強行というですね、制御状態の中だったら一応最上位に位置するようなですね、非常に厄介な制御状態というのをですね、相手に付与できるということでですね、まあ、使える品質戦法ということですね。でですね、特にその後半シーズンになると素獣が出てきて、で制御状態の時間というのを延長できたりするんですよね。なんでこの強行も延長できたりっていうことでですね、もしかしたら序盤シーズンよりはですね、その先のシーズンの方がですね、使えるみたいな印象をお持ちの方も結構いるんじゃないかと思いますね。次は雑誌古城ですね。こちらは心配から継承できるアクティブ戦法、発動確率は 45% となってます。自軍2人の兵力を回復するというですね、非常にシンプルな内容にはなってるんですけども、回復戦法って結構貴重なんですよね。で、特に序盤シーズンとかになってきますとですね、なかなか武将が揃ってないので、鶴骨領徳のようなですね、非常に優秀な回復戦法っていうのをですね、入手できてないということもですね、あると思いますし、あと創世釈戦とかもですね、非常に優秀な回復戦法なんですけども、序盤シーズンではですね、登場してないんですよね。牢城自主なんかもそうです。なんで、この雑誌古城っていうのはですね、おそらく序盤シーズンでは使わない人はいないんじゃないかなと思うんですよね。でですね、その後半シーズンにおいてもですね、主力を多く組んでる人とかになってくると、どうしても回復戦法の枚数が足りなくなってくるんですよね。なんでこの雑誌古城をですね、その代替戦法として使うみたいな機会もですね、非常に多いので、これは非常に優れた戦法と言っていいんじゃないかと思います。次は後発聖人ですね。候補数から継承できるパッシブ戦法ということになってます。通常攻撃を受けた時、攻撃者に反撃するというですね、カウンターだけの戦法ということになってるんですけども、この戦法を覚えさせた武将がですね、通常攻撃を引き受けるような状況を作れた時っていうのはですね、かなり火力が出るということになってますね。
で、さらにですね、その武将っていうのがそもそもの火力が高いみたいなことになるとですね、この後発政治の威力っていうのはですね、さらに上乗せされるということでですね、最新シーズンでも使われることのある優秀な継承戦法としてですね、今回紹介させていただけたらと思います。次は楽法ですね。超人から継承できるアクティブ戦法、発動確率は 35% となってます。あの敵軍単体に平均ダメージを与え最新状態にする1ターン持続するという内容になってます。でですね、A 品質の中だったらですね、結構ダメージがでかいっていうのとですね、最新状態を付与できるということでですね、優秀ということになってるんですよね。でですね、その戦軍一掃のようにですね、最新状態とか封印状態にある武将にですね、強行状態を付与するみたいな内容の戦法とのシナジーっていうのもですね、非常に高かったりっていうところがありますし、あと張飛の固有とかともですね、相性がいいということでですね、序盤シーズンからですね、非常に使える戦法ということになってますね。でですね、結構そのゴキバーなんかのですね、ガシン昇誕とかがまあ一応その継承戦法のテンプレートになってるんですけども、その代替戦法といたしましてもですね、この最新状態を持っている楽法っていうのがですね、挙げられることもあるということでですね、まあ美課金無課金の方だったらですね、結構その最終シーズンって言ったらいいんでしょうか、最新シーズンって言ったらいいんでしょうか、までですね、使われる戦法ということでですね、今回紹介させていただけたらと思います。次は秘術撃去ですね。増派から継承できるアクティブ戦法、発動確率は 50% となってます。敵軍で統率が最も低い武将に平均ダメージを与えるとありますね。なんで平均ダメージっていうのはですね、相手の統率の影響を受けるということになってますので、一番平均ダメージを食らいたくない相手に平均ダメージを与えることができるということでですね、相手にとったらですね、やられたくないことをやられてしまうということでですね、非常に厄介という感想を持たれるかなと思うんですけども、攻め手側からするとですね、こんだけ効率的に火力を出せる戦法はないなということでですね、もう S 品質の戦法に匹敵するくらいですね、非常に優秀な戦法になってるんじゃないかと思います。次は魚敵兵将ですね。各位から継承できる式戦法ということになってます。戦闘開始後4ターンの間、自軍2人の火ダメージを 25% 減らすという内容になってますね。で、火ダメ減の戦法といたしましては、イブ軍民とですね、あと残壁砲というのがですね、代表的なものになるかなと思うんですけども、この魚敵兵将もですね、入れてもいいんじゃないかというぐらいですね、非常に耐久力が上がる戦法ということになってます。で、そのイブ軍民とか残壁砲と比べてですね、その持続ターン数が長かったりっていうところもありますので、ほぼ差がないって言うてもいいんですよね。こちらの戦法に関しても S 品質で全く問題のないような内容になっていると思いますね。でですね、ただまあその残壁砲の場合はですね、被ダメージ減っていうのがですね、結構大きかったりするんですよね。で、狙った武将っていうのの耐久力を上げられるっていうのがですね、最大のメリットということになってるわけなんですけども、例えば首相にですね、平均ダメージに対する耐久値っていうのをですね、上げたいという時にですね、残壁砲を使う場合はですね、首相の知力っていうのをその部隊の中で一番高くしなければいけないということになるわけなんですけども、そういったのがですね、結構無理がある時っていうのがあるんですよね。知力武将でないのが首相に行って、で副将に知力武将がいたりするとですね、無理して首相に知力ポイントを振ったりっていうことをしないとですね、残壁砲で守れないっていうことがありますので、そんな時はですね、もうむしろ魚敵兵将を使うことによってですね、まあ、3分の1ではその首相を守れないっていうことにはなってしまうんですけども、首相が例えばまあ平均ダメージ系ということであればですね、火力をしっかり出してもらうために武力っていうのを上げることもできるということになってますので、臨機応変さっていうことだったらですね、残壁砲より上かもしれないというぐらいですね、非常に優れた戦法ということになってます。次は白尾ですね。馬領から継承できるパッシブ戦法ということになってます。で、アクティブ戦法の発動率を 12% 増やすということでですね、こういう戦法がアクティブ戦法の武将なんかに覚えさせるといいということになってますね。で、この戦法のメリットといたしましては、継承戦法のアクティブ戦法の発動率も上がるということなんですよね。この白尾の上位互換といたしまして、太平同胞というのがあります。この戦法はですね、S 品質で、で固有戦法の発動率を上げると、でさらに希望の発生率を上げるということでですね、固有戦法の発動率グッと上げた上に火力も上げるっていう感じなんですけども、こちらの戦法の場合はですね、継承戦法に関しては発動率が上がってくれないということなんですよね。なんで両方上げたいとかいう時だったらですね、むしろ白尾の方がいいんじゃないかみたいな状況っていうのも生まれかねないということになってるので、割と便利でですね、使い勝手がいいということなんで、これも使える戦法として紹介させていただけたらと思います。
次は射石陰雨ですね、シャマカから継承できる突撃戦法発動確率は 40% ということになってます。で、通常攻撃後目標の統率を150減らし最新状態にする一旦持続するということですね。この統率減っていうのが150ということでめちゃめちゃでかいっていうのがですねメリットということになりますし、あと制御も付与できるっていうことになりますよね。なんで太子陣みたいな連撃を常に持っているような武将に覚えさせてですねサポートする戦法といたしまして非常に優秀ですね。最新シーズンとかでもですねこの射石陰を覚えさせている部隊っていうのを見かけたりっていうこともありますんでね、かなり使える戦法として、紹介させていただけたらと思います。次は天下大騎士ですね、艦外から継承できるアクティブ戦法発動確率は 35% ということになってます。自身が洞察状態および 42% 離反状態になる、2ターン持続するということでですね制御にかからんようになった上にですね、ダメージを与えた時にその量に比例して自身を回復できるようになるというですね戦法になってるんですけど、割と似た戦法がないっていうところなんですよね。洞察状態ってなかなか得られないですし、でこの離反状態の数字っていうのも結構高いので火力が出る武将に覚えさせておくと回復量っていうのも結構でかくなると。でですねそのダメージを出すためにですね洞察っていうのが欠かせないと言いますか、せっかく火力が出る武将だったとしてもですね制御状態付与されてですね何もできないということになってしまうとですね回復もできないということにつながってしまいますので、この戦法の中の効果だけでですねシナジーが発生しているというですね非常に珍しい戦法ということでですね今回紹介させていただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。あれあの戦法はっていうのがですね結構ある方もいるんじゃないかなと思うんですよね。それはやっぱりその使ってきたっていう方は特にそう思うんじゃないかなと思うんですけども、まあ、新城市であるだとかね妖術であるだとかいろいろあると思うんですよ。ヤシフイであるだとかっていうことでですね使える戦法ってまだまだこの紹介させていただいたに限らないかなと思うんですけども、もうキリがないんでね。で、その僕が使ったことがなくてっていうことだとですねやっぱりこう紹介しようという意欲っていうのがですね若干ですが薄れるということになってるので、まあ今回はですね僕が使ったことがあってなおかつですね非常に強かったなとか強いなっていう戦法をですね紹介させていただきました。なんでこの追加でですねこの戦法もういいですよみたいなのがある方はですねコメント欄で補足していただけると大変ありがたいかなと思うんですけども、今回紹介させていただいた戦法弱いやないのということをおっしゃる方はですね多分一人もいないんじゃないかっていうぐらいですね優秀な戦法ばかり紹介させていただきましたんでね、A 品質の戦法でも全然戦えるということでですね無課金美課金の方は特にですねこういった戦法を駆使しながらですね戦場を駆け回っていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。